ですよね。だから僕はいろんなビジネスのプロモーションができるんです。もちろん一つのシステムを持ってるからっていうのもあるんだけど、ですからセールスライターを助ける最大のものはどれぐらい他人の感情を自分が理解できるようになったか、そしてどれぐらいいろんな人の感情に寄り添って触れたかですよね。一回寄り添うことができればいろんなものに見た時にその位置があるわけで、自分の中に、ね、けれどもほとんど全ての人が他人を重視しず、自分のことばっかり、自分がだから自分の感情の位置しかないんです。だからコピー書けないです。自分だったらどう思う？クソくらいですよね、セールスライターにとっては。それを心の底から欲しがってる人がどう思うかでしょ。それを必要としてる人だけど、その価値を知らない人にどう伝えればそれを価値があると感じてもらえるかでしょ。自分の感情なんていらないんです。ですから他人の感情に寄り添えない人間に何もできないです。残念ながら時給何百円で働いてください。いいとか悪いとかじゃないですよ。人はそれぞれに価値があって、その生き方を望んでいる方もいます。っていうのは一切の責任を負わず、その生き方をしたいという方もいます。ですから人それぞれです。役割それぞれです。むしろ僕はそういった人たち全てに支えられて生きてます。まあ、このエクササイズ皆さんするといいですけれども、今この人がいなかったら自分の人生はどうなっていただろうっていうエクササイズします。出会った全ての人に、例えば空港行ったら空港で受付カウンターで、対応してくれている方がいますね。グランドホステスさんですね。いなかったらどうなるだろう。もう成り立ちません。歩いているとトイレに行きます。トイレを掃除している方がいらっしゃいます。いなかったらどうなるだろう。汚いトイレ、気持ち悪いトイレを使わないといけなくなります。ご飯を食べにお昼昼食します。いなかったらどうなるだろう。全ての方に価値があり意味があり素晴らしいんですね。だからこそお金を稼いでる人はその人たちがより豊かになる努力をしないといけない。稼げば稼ぐほど自分のために使うお金なんてなくなります。稼がせていただいてるから、社会からお金を預かってるから、だから社会に価値を提供しないといけなくなるから、まあそこまでなれっていうか、まあ人それぞれです。だから何がいい、何が素晴らしく、何が素晴らしくないわけではありません。ただ皆さんはこのセールスライティングというスキルで自分の人生を変えるって決めたわけですね。だから言ってるだけですよ。そう思うんであれば自分のことだけ考えていては一切ダメです。